うん、見てください髪の毛を染めましたなんかなんか外国のあんまり美味しくないよお菓子みたいな色になっためっちゃ嬉しい初めて生まれて初めて髪の毛染めたのなんか結構うまくいったよね自分の割になんかコケみたい音楽や商売上がったりよって感じじゃん毎日人間ライブが全くなくなると髪の レコードが届いたあのさ人間さライブがなくなるとさライブがなくなってずっと家にいると髪の毛染めるんだなと思ってまあ多少イメチェンしようかと思ってやったんだけど全然イメージ変わんないよねだってもうここに来たら全然いつもと変わんないもんね変わんないわコメントありがとうございますね なんかさ、なんか内容は何でもいいんで、更新頻度を上げてくださいって、なんかちょっと半切れみたいな,なんかコメントがあって。<laughs> なんか <laughs>、喜ばれてんだか、ちょっと怒られてんだか。<laughs> いやいや、一応、これを見たら、なんか、こういうオンのことに興味も持つような、なんか動画になったらいいなと思ったんですけど、なんかみんななんか、何小春に興味が出てきて、ちょっと、ちょっと趣旨変わってきたよ、みたいな感じなんですけど。まあいいのかなまあいいか。それで、なんかあのー、 最近、インスタライブあ、私、インスタやってんですよ。全然、オシャレもクソもない、インスタ。ちょいちょいインスタライブやってるわけ。で、そこでさ、なんか、その、この、蛇腹談義で、まあ、アコーデの歴史の話はしようと思ってるんですけど、でもなんか、その、質問とかでね、その、もう、小春の、小春の歴史も知りたいみたいな、なんか、ちょっと、っていう質問が、ちょいちょい来て、 えじゃあアコーディオンの歴史とハルの歴史どっちが先がいいみたいな話をなんかインスタライブの時になんか言ったらみんなが小春さんの歴史が知りたいですみたいな,な要望が多々あったんでなんか需要がちょいちょいあるかもしれないということであのもう今回はちょっとアコーディオンとちょっとずれちゃうかもしれないんですけどいやでもアコーディオンほとんどアコーディオンの話だからあの生まれてから今までの間の話をもう あの、超ハイライトでお送りしますんで、一人の女の31年間の話を。こんな 31! <laughs> でも、から持ってる方が良さそうだから、なんか持ってるわ。いや、持つと落ち着くんだよね。なんかお腹になんか物があると落ち着かない前髪がなんかちょっと、調子悪い。<music> さて、本当に生まれた時からの話をしますよ。もう生まれてから本当にもう。 今までの話は全部、出てれてててってもう全部話しますから。私、昭和の最後に生まれたんですよ。あの、1988年のね、11月21日に生まれて、一休さんの命日らしいんですけども、も、ま、う、あ、本当に、トンチが終わった日っていうね。あの、松永家の長女って生まれてくるわけですよ。あの、もう絵描きと絵描きの娘なんで、親戚みんな美術ばっかやってる家系なんですね。4歳半までさ、兄弟も いいないままずっと一人っ子だったんですけど4歳半までほとんど喋らなかったらしくてなんかちょっとね家族は心配してたらしいですけどね相上をだけで全ての感情をまとめるやつだったっていうねで全然喋らないやつだったんだけどまあ5歳になる手前で。 妹が生まれるんですよそれでも,もちゃんってやつが生まれて妹が誕生してからその妹ってやつがとんでもなくおしゃべりでそいつがベラベラしゃべってくれるおかげで私もしゃべれるようになったっていうちょっと奇跡のいやなんかだから妹いなかったら普通にしゃべれなかったかも妹が生まれてから2年後23年後ですよねそのシルク・ドソレイユのサーカスを見に行くんですよ お母さんと妹と妹私でねそれであのー、生まれて初めてそのサーカスのアコーディオン弾きってのを見て「お母さんあの伸び縮みしてるあの楽器が欲しいんだけど」って初めてその自己主張したっていうのがそのアコーディオンが欲しいっていうことだったんだけどお母さんが「私持ってないからサンタさんにお願いしたら」って言われて「なるほど」ってサンタさんにお願いしたんですよ。それでまああのー、ちっこいアコーディオンが来て「サンタすげえマジすげえ」と思ってずっと弾いてたんですねねがらねじ それで次の,もう次のクリスマスの時にもうちょっと大きいアコーディオンが欲しいなと思ってサンタさんにもう少し大きいアコーディオンくださいって手紙を書いてそれでなんか待ってたらもう少し大きいアコーディオンが次の年に来たのよすごいと思ってサンタすげえマジすげえと思ってもうもう次の年も弾くわけよそれでなんかもう次にもうちょっと大きいアコーディオンが欲しいなって思うわけこれぐらいだからさそれでサンタさんにもうちょっと大きいアコーディオンください 手紙を書くわけ。それでもうちょっと大きいアコーディオンが来たのねすげえサンタすげえマジ、ま、すげえと思ってでももうほんともはやそれの繰り返しでもうこれぐらいでかくなりましたみたいな感じでもうサンタサンタの財布もうサンタお金こいめっちゃかかるなと思,思われてたと思うけどまあまあほんとにあの一番最初の,あのアコーディオンっていうのはもうほんとにこれぐらいのあの、楽器屋さんに売ってるよみたいなぐらいのもうあの、ちっこいやつだったから。 まあ、あのサンタもね、ちょっと予算がちょっと変なったんだろうね。サンタの予算もちょっと底をついたんだから、あのー、途中から来なくなったんだけど、それで、そ,のまあ、そんなこんなしてるうちのほら、10歳、9歳、10歳ぐらいになるじゃないですか、小学校4年生。だからそれぐらいまでの間、もう本当に毎年あの、サンタさんにもうちょっと大きなアコーディオくださいって言い続けるっていう、ちょっと独特なやつだったんだけど。でも、あのー、その間、その小学校入ってから、 その小学校4年生ぐらいまでの間その公立の学校でさまあ妹が生まれて言葉数は増えたもののなんかこうやっぱり口下手には変わらなかったのよ何ちゅうのもうね今これを見てる人にはもう想像がつかないぐらいとんでもなく無口だった無口っていうかボキャブラリーのないやつ何ちゅうの自分の感情が言葉で説明できないやつで 口で説明できないから、暴力で解決するやつだったのね。なんかこう、嫌なことがあっても、ま、あやっぱ殴っちゃうし、何か褒められたとしても、褒められたことが恥ずかしくて、ま、結局殴っちゃうみたいな。<laughs> なんかもう <laughs>、殴りすぎみたいな。で、やまあそうなるとさ、やっぱ普通にただ問題になるじゃない問題になるし、もう、あの、三者面談にはなるし、 しかも、その何、何時間も守らないやつだったのよ。もうほんと、遅刻だよ、みたいな。ので、集団行動に、ちょっと適してない性格だったんじゃないですかまあほに、頭を悩ませる母親みたいな感じで。それでまあ、そんなこんなで、これはやばいぞって判断したのか、小学校4年のもう後半から、 私立に転校すするんですよまあ編入試験を受けたんですけどまあでもその編入してもうあの編入した学校でさその編入してから1週間後ぐらいになんか男の子蹴っちゃって。 なんか帰りの会でなんかすごい問題になったんだよねなんか小春ちゃんに蹴られましたみたいないやあの時はななんか結構ななんかよくある感情を表現できない人みたいななんかこう短気だしなんか小春ちゃんが死ねって言ってきますみたいなのもすげえ問題になったんだよね なんか、まあ、こちらとしましてはさ、なんか死んで欲しいから言、なんか言っただけなんだけどな、みたいな感じなの、もう、もう何それ、もうなんか死んで欲しいなんてもう本当に言っちゃダメだよ、みたいな感じだけど、もう感情が3つぐらいしかなかったんじゃないなんかさ、わかんない。なんかあ,あの時代って何なのなんかこう、誰が何と言おうともう嫌なものは嫌だしさ、結構やばいやつだったと思う、本当に。それでまあそんなさ、やつ、 がさ、友達できるわけないじゃん、そもそもがさ。ほいでなんか友達なんてできないし、いじめちゃうし、いじめられて、もうの、の、にいじめ返しちゃうし、もうやばい。やばいよ。いや、結構、もう大事だったななんか、すごいんだよ。もう、よく耐えたよな親と先生。 で人間関係は鬼のようにうまくいかないのにさ、アコーディオンだけはうまくなっていくわけよ。だってもうほら、家に帰るしか用事がないからさ、もう家に帰ってもうなんか、ファファファ,ファって弾く。もうだからなんか、なそのなぜかアコーディオンだけは続けてて、もうあんなに飛行に走りまくってた中学校時代とか、すごい、奇跡的に、マジでよくアコーディオン続けたよなぁ。 だから、小学校、中学校、本当にそんな感じ。なんか、多分、とっつきづらーって思われてたと思う。なんか、短期だし、10歳の時に転校したところのクラスに、あの、アコーディオン習ってる男の子がいて、え、マジでみたいな。で、小春も習いに行くみたいな、習いに行き出したのよ。で、10歳の時から、まあまあ、その、サークル、教室みたいなのに、 習いに行って、で、その時に、まあ、ちゃんと、その何、演奏方法みたいな、蛇腹の動かし方みたいなのを教わったのよ。それで、なんかそれで、なんか何だから10歳の時から教室みたいなのには行ってたんだけど、で、中学校の時にも大会とかはさ、なんかなぜか出ててさ、負けず嫌いだからさ、なんか黙々と練習はするみたいな、なんか、なんで続けられてたんだろう、もうよくわかんないけど、それで、まあ、なんだかんだ高校生になるんですよ。で、高校生がさ、 高校生の時に初めてちゃんと部活に入ったのブラスバンド部に入ったのねそこの学校のブラスバンド部が学年ごとにリーダーを決められるで学年ごとに曲を決めて進められるみたいな先輩後輩みたいなのがあんまりなかったからじゃあそこでリーダーみたいになったら自分の好きな曲をこの大人数で演奏することができるっぽいってことが分かってえじゃあリーダーになろうと思って。 そのブラスバンド部でテナーサックス吹いたことないのにテナーサックスは一番ソロ、ジャズでさソロの出番が多いっぽい気がすると思ってでテナーサックスにしていっぱい吹きたいからそれでテナーサックスをその時に初めて高校1年生の時にテナーサックス初めて吹いてでそこで全然吹いたことないテナーサックスを持ちながらリーダーやりたいって あのそんにあのバンドマスターっていうのバンマスっていうのに初めてなったのよその高校1年生の時にそんなんさなんかやりたいですなんていうやついないじゃんもう1人だけなんかだからもう自分もう理由としましてはもう自分のやりたい曲をやりたいからっていうだけでリーダーになってそこででなんかバカにされたくないからとりあえずもう本当にとに朝練とか鬼のようにってもうその練習するわけよまあなんとなく形にはなったのもうでその何 いろいろな曲やりたいからさ、耳コピーをさ、鬼のようにするわけよ。それでなんか譜面とか書いて、その時にも。で、なんか全部のパートの譜面を書いて、テナーサックスにソロが来るように、テナーサックスに、あの、ソロのフレーズを書いたりしてた。超自己中だよね。あのー、もう逆らうやつにはもう本当に、じゃあやめて、 じゃあ部活やめたらみたいな。なんかもう、すげー、謎のスパルタみたいな。<laughs> 謎のスパルタリーダーみたいな。それで、なんかもう逆らうやつはもうそこでバンバン切ってて、ブラック企業かみたいな感じだったんだけど、その高校生のそのブ,ブラスバンド部で、好きな曲を譜面にしたらみんながやってくれるっていう。譜面ってなんか夢のようだなと思ってね。その時にすごい、全然書き方がわかんないのに、一応、 あのー、そこでフルスコアを書くようになるのよ、フルスコア。もう、なんか弾いてほしいら、もうフレーズを全部書いて。それでなんか、部費が足りないとか言うから、じゃあ、その商店街とかで、なんかこう、部費を稼いだらいいんじゃないかと思って、なんかそういうところ、なんか、その何、商店街とかで演奏とかの仕事みたいなのを持ってきたら、その部費を集められて、で、それで何、何 譜面が変えるんじゃないかとか、CD が変えるんじゃないかっていうことを知り、もうそれをやりまくるっていう。でもさ、全然さ、なんかあの、下手くそなパートとかあるわけもうでも全然うまくいかな、なんかその、全然こう弾けないパートの人たちにはさ、もう弾けないフレーズなんてもう書いたら、本番に間に合わないから、簡単な風にアレンジをするっていうのを、なんか高校生の部活の時に、もうすげえそれをやりまくって、 懐かしいわやばいわわやばマジでそん時にすごい譜面書いたななんか超読みづらかっただろうになみんななその時構造とかよく分かってないまま書いてたからな仲間がいると自分がやりたいと思っている曲をなんかたくさんの人数でできるっていうことが、まあ、そこで知るわけよそそれでののブラスバンド部の なんか部員の中で一番暇そうなやつをパートごとにさ一人ずつさチョ,イツチョイスしてでその暇そうな人たちをつまみ上げてマイノリティオーケストラっていうねあのインストバンドをその時に組むんですねでその時にハバナギラとかさあのそのそバルカン音楽そのなんかジプシー音楽みたいなのをそのメンバーでもう自分のもう やりたい音楽、もう全然そのさメンバーはさそんな曲知らないのにさ無理やりやらせてたのそれでなんか高校1年生の時にそのマイノリティオーケストラっていうのをさそのブラスバンド部のメンバーの中で作ったんだけどもう本当にそれそのメンバーにさすごいもうあの大量にジプシーのカバーをさ 譜面書いててやらせてでその時にまあオリジナル曲もあった方がいいっぽいってことが分かってインストでオリジナル曲を書くわけよ。でなんかあのー。<music>